スのねボンベの出し入り口になっています。でロゴが入っていて外部電源の取り入れ口ですね。で今エコフロさんのやつを供給していて中の電気つけている形です。でこちらもね宣伝のために入れてますとおっしゃってました。でここちょっと見づらいんですがここにね収納のスペースがあります。あーいい感じですね。でこちら、はい、後ろはね窓がない形になっています。でも素敵ですね。いや後ろかっこいいっすねデザイン、はい、でこちらメイドインスウェーデン、スウェーデン、はい、スウェーデンからの車両になっています。あいいですねかっこいい。カーベって書いてあって本当に高級なものになっています。でさらにこちらがですね、でね、はい、開けられるようになっているんですが大きいかなと思いきやちょっと小さめになっているんですよ、うん、でしかもこれ外で使えるシャワーもねここから取り出しができてちゃんとねお湯も出たりします。でここが小さい理由は何かっていうと、はい、この奥の空間がねもうしっかりとしたお部屋の空間としてデザインされているというところになります。中が広いってことですね。そう中が広くて充実しているということですね。でここに窓があって上にはオーニングがあってライティングもされていますね。であとテレビつけたいときこちら側から、コンセント引っ張ってきてテレビつけることが外にもねできちゃうよ。であとここは排気のところになっています。これちょっと中が楽しみですよ。中楽しみですよ。じゃあ早速拝見していきましょう、はい、こちらね全長で、8m あります。で幅が 2.4m 高さが 2.9m で、ドライバーを含む乗車定員が4名です。就寝可能定員が2名から5名となっています。はい、ではねこの窓ドアですね、ドアの部分もしっかりとね防音と、断熱になっていますね。じゃあこう入っていきます。お邪魔します。みるみるランド。おわすごい、もう雰囲気がねめちゃくちゃ素敵なんですよ。これはすごいね。広い。じゃあちょっと前の方から見てみましょうか。はい、前から行っちゃいましょう。何気にこのウノとかねすごい置いてあってめちゃめちゃ雰囲気出てるんですけどすごいなこれ。この川辺さんすごいんですよ。スプリンターなので座った時もゆったりです。で左ハンドルになっています。でね左はね出入りができるんですがこっち側はね出入りできないようになっていますね。このコックピットいいっすね。このコックピットめちゃくちゃいいです。ここもねかっこいいですし、ね、この辺の貼ってある感じとか空間の使い方がすごいかっこいいんですよ。でさすがここら辺ねベンツっぽいんですよ、この感じが、はいはいはい、でこの上ね、上がそうもう今開いていてかなりね光取りがバッチリできるようになっています。でここ間接照明もすごく配されているのと、あとここにねブックスタンドも、あ、ブックライトもあるので非常にねここで本とか読むのにちょうどいい感じになってるんですよ。でここだとかなりの人数が 1,2,3,4,5,6人ぐらいで 5,6 人でもねゆっくりこう囲めるようなスペースになっています。高級です。でね、この触った感じもねすごい質感がいいんですよ。そうこれねシートの生地、ね、シートの生地も、うん、でここ下も展開するとしかもこれアームレスト出るんじゃないですか。本当だ、アームレスト付きじゃないですか。贅沢、贅沢ですね。で乗車定員がここの2名とこちらの2名の4人となっています。だから4人に囲めばいいのか。そうっすね、めちゃめちゃ贅沢ですね。でここもですねしっかりとベッド展開ができるようになっていて寝られるスペースにもなります。でここですね、はい、収納、ここですね収納のスペース。ちょっとねあの靴とか入れてもちょうどいいかもしれないです。はい、そしてこれなんだろう。おー、そうするとなんだろう、なんか分かった、ここから出てくるんだ。出てくる、出てくる、出てくるんですよ。あー、はい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 、すごい、こんなギミックが、ジャキーン、ここにテレビを隠せるんですよ。おー、なるほどね、出しっぱにしないっていうのはこのヨーロッパの、ヨーロッパってだいたいテレビのこうしまうところあるから、はいはいはい、それがねすごい、おお、
こういう感じなんだ。なるほどなるほど、すごいすごい楽しい。いやー、カーメンさん、いやー、やっぱり高級ブランドなだけあります。でしかもこれ上が折れてくるんですよね。はい、プルダウンのタイプですね。じゃあちょっとプルダウンしてみたいと思います。はい、みるみるランド、ね、ここプルダウンしてくるんですが、ここにね、はい、コントロールパネルがあります。もうね、パネルの時代なんですよ。そうっすね。で、ここベッドマークがあって、下の方を押すと、うん、絵で分かるようになってるから。折れてきた折れてきた。そう、押してる間だけ下に来る。あ、好きな位置で止められる。そうそうそう、すごいすごい。降りてきました。降りてきましたね。わ、なんかふかふかのベッドじゃないですか。はい、これでね、寝れちゃうんですよ。大人2人がね、ま、寝れるし、うん、上に窓が出てくるんですよ。なんと。ほうほう、なるほどね。そう、びっくりじゃないですか。これもすごい嬉しいですよ ね、 いいね。うわー、いいなー。で、朝起きましたら、あ、そうかそうか、ここに見てください、このなんていうのかな、ネットがあることによって、上にね、このネットをかけて寝てる時にコロンって落っこちないように滑り止めになってますね。そう、なってますね。安全もしっかり担保されてます。乗っていいよという許可が出たので、めちゃくちゃ嬉しいです。だいたいね、あの、乗らせてもらえないんですよ。なかなかね、これ高級になってくるとね、もう私、あ、すごい上がってきたらね、こっち側に収納があるのが初めて分かりました。収納あるんだ。収納ある、間接照明の収納が4つ並んでて、でさらに奥には、電源が取れるようにまでなってますね。え、めちゃめちゃすごい。で、私165センチなんですが、まだね、上にも下にも余裕があってゆったり寝れますし、ここまでの、ね、距離感もしっかりあるので余裕ですね。で、そっかそっか、これですよ、カーテン、カーテンあるんですよ。だからちゃんとプライベート空間を担保してくれるというね、すごいすごい。いやー、で今みたいに、朝起きたらカーテンだけ来ると、うん、こっち側に上げて上げて、おはようっていう感じでドヤ顔でおはようしちゃいますね、これは。で、朝起きて降りてきたら今度は上にピコッと、これ楽ですね。これいいね。ただ、そう、手乗っけてればいいだけなのでタッチしてればいいだけなので、めちゃくちゃ楽ちんです。すごいすごい。で、これで完了。おー、これはなんかもうここでUNOやりたいね。UNOやりたいね。ここで暮らしたいね。はい、みるみるランド。じゃあね、今度こちらキッチンのスペースへ行きたいと思います。はい、このキッチンが、このライティングがね、間接照明が上品なんですよ。うん、なんかついてればいいでしょじゃなくて、ちゃんと 上品についてる、全体的に。すごいそれが嬉しいですね。この上の方とかにもついてますし。で、ここ開けますよ。でね、はい、大きなシンク出てきました。嬉しい。でね、ここ置いとけば、あの、台としてももちろん調理の時に使えます。これ来ました、もう開いてますもん。やった、来ましたね。来ました、来た。皆さん、本日初、はい、三つ口コーナーです。やった、やっと到達した。今日見れると思ってなかった、ね、三つ口コーナーあると思ってなかったもん。めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。でんでんでんと、うわ、めちゃめちゃいいな、これ。もうここ私のキッチンです。私のキッチンです、ですって言いたい。今この瞬間はね、ね、この、はい、この瞬間は、はい。で、ここ開けると、うわ、カトラリーいっぱい入れ放題ですね。また、イージークローザーの優しい締まり方です。で、ここはオーブンですね。はい、オーブン。電子レンジじゃないですね。で、ゆきさん、そのまま上にちょっと煽ってもらっていいですか。ここにちゃんと換気扇がついてました。で、こっち側、ライトがつけられますね。あとね、あ、ついた。めっちゃついた。明るい。ここにもついた。さらに明るくなったね。かなり明るくなりましたね。さっきのムーディーな状態だったんだ。おお、明るい。いいですね。で、ちょっとしたものフックね、あるので、お玉とかね、なんか必要なものかけられますし。で、ここ、はい、来ました。整理していろいろ入れられる収納だな。楽しいな。もう住みたいな。
これでもお家と同じぐらいの値段しそうだな。はい、でここ行きますよ。はい、下から行こう。ほら、あ、ゴミ箱だ。ゴミ箱、え、収納、収納、おお、いいっすね。ほら静か、しました。楽しいですね。でさらに振り返るとこちらライティングされている形になっています。でしかもこちら側とこちら側とどちらもね扉が開くタイプですよ。両開きのタイプで、上が冷凍庫、下が冷蔵庫になっていて、かなりね広いので大人数で行ってもしっかり食べられます。でその上は電子レンジです。だから、ね、電子レンジとオーブンと三つ口コンロと大きなシンクがあるんですよ。もうねうちのスペックよりいいから、もうちょっと、ね、ドキドキしちゃいます。みるみるランド。はい、で振り返った時ここねウォークスルーできちゃうんですよ。でこれすごいね、スインになってるんです。これ初めてなんですよ。スイーロがあるっていうね。はい、ちょっとねどっちも寝てみたいけどこっちにしようかな。はい、冷蔵庫側でいきます。これは贅沢だな。もう私のベッドです。わーすごいいいな、これはいいですね。でここにプッシュ式の、はい、すごい勢いでちゃんと開いてくれる。はい、びっくりしました。いいですね、これ本当押せばいいだけだから、それもすごくいいですね。でここのライティングもね明るいですし、ここねちゃんとエアコンが入っていて、ベンチレーターもついているので本当に、ね、空気の循環しっかりできるのと、あとねここすごいおしゃれなんですよ、うん、カーテンもおしゃれについてます。でしっかり閉めようと思ったらこちらね、こちらが網戸のバージョンか。で下からこうねしっかりと見えなくすることもできます。で窓も開けられるので空気のね入れ替え、こちらからもできるようになっています。でここにもねライトがあるので、ここでねしっかりと、ライトを取れるだけじゃなくてね、ここにね USB ポートが下からあるんですけど、ここね自分でオンオフができるんですよ。でしかもこの壁すごいね。壁すごいですね、高級感ある。はい、すごいな。はい、素晴らしいです。でこのベッド、うん、ちょっと高さあるじゃないですか、はい、でこの人何になってるのって気になりません？気になりますね。この人がですね、なんとなんかあるんですか？なんかあるんですよ。おー、なるほどね。そう、ダンパー式で、でこっちは電装が入ってます。電装。そう、電装がしっかりと入っていて、ここだけかな、ちょっとだけ、まあ、奥の方に、まあ、収納もあるかなって感じですね。うん、基本電装のスペースになっています。いいですよね。いいね。でここ、こんな感じでね、女性でも上げ下げが簡単にできるのと。ここに電装ってことはこっちはってなるじゃないですか、はい、行きますよ。これか、夢が詰まってるってことですか。ででん、そう、はい、来ました。これね今入ってますけど全部収納です。でこれは後ろに大きな収納がない代わりに、このね、ここにベッド下に収納を作ってるタイプなんですっていうことを ね、 ね、教えていただきました。しかもこれねウッドスプリングなんですね。超いいやつですね。だから寝心地もねふかふかで気持ちがいいです。でよいしょ、こんな感じで下ろすことができます。これもね簡単なのがいいですね。で朝起きたらこうやってねポンポンと、はい、綺麗にしてあげて、でここもねしっかり寝るときにも使えるんですが、さてさてここのスペースですよ。はい、でねちゃんとねこんな感じで、もう扉仕切れるんだ。そう、閉まるんです。うん、でもここが本当にお手洗いとシャワールームになっています。でこれがさっき言ってたシンデレラです。おでここね開けると専用の、はい、はい、こちら紙を入れられるようになっています。うん、でこれ使い終わったらこれピッて押してあげることによって、はい、この下が、うん、受け皿になっていて、うん、燃やしてくれて、もう灰にしてくれたものが出てくるようになっています。燃やすタイプのトイレ、そう、初めてじゃないですか、うん、なかなかないんですよ。ないよね、うん、ない。でさらにここら辺こんな感じでね、はい、すごい素敵な収納があって、ここもですね、
となっています。もういっぱい入れられる、楽しいですね。でここがねちょっとこう石っぽい感じのテイストになっているのもこうねきっと テイストを変えてあることによって雰囲気がまたねちょっとスタイリッシュになっています。あ、ここも開くんだ。ででん、あ、これ外からほらラゲッジルーム、さっき見たラゲッジルームとかですねに繋がってますね。しかも上にハンガーかけられるようになっているのでクローゼットとして、クローゼットとしてね機能できそうですね。嬉しい。はい、そしてこちら側がバスルームです。あ、手前か。おお、こういう感じで回転するんだ。はい、こんな感じでシャワー、ちゃんとあのなんていうの、高級感ある、ありますね、で壁材を、そうそう壁材がねいい感じですね、うん、このねこちらの石の感じと同じものを使ってますね。でちゃんと大きな洗面スペースもある。そう、洗面スペースもありますね。でここも、あ、はいはいはい、排水があるからねこうちょっと2つに分かれた形の収納で、はい、こんな感じで下も収納として使えるよという、うん、これねすごいいいですよ。でさらにいいのがこれね見えないんですけど、私たちが歩いてるこの床のところが実は、はい、断熱床暖になっています。床暖システム、床暖システムが入っていて下からまずあったかい、うん、でこのサンドにも暖房のシステムが含まれてるんですよ、こっち、と前にもあるんですけど、それがあることによって乾燥しないんですよ。 FF ヒーターはすごくいいんだけど、うん、温まるんですけど乾燥がする、はい、だけどこれだと乾燥を防ぎながらも室内空間をめっちゃ温めてくれるっていうね。それはいいっすね。そうだからそこまで高級なんですよ。お肌にも優しい、嬉しい、喉にも優しい。でここはねやっぱりこう一気通貫でいけちゃうよっていうのが、うん、もっとこのデザインのいいところです。はい、みるみるランド、はい、こちらね出入り口の方に戻ってきました。でねここが玄関口になってるんですけど、ここにファストチャージって書いてあって、はい、じゃんと充電になってますね。充電中になってるので帰ってきてポンって置くだけでここでね充電してくれるよっていう素敵な空間で、ここが鏡もついていてね、ちょっと帽子とかカバンとかかけてもいいですし、うん、ちょっとした小物をね分けておくようなちょっと素敵な空間になっています。でさらにここね開けてあげますと靴とかね収納もできるようになっています。ということでね、このカーベのすっごい素敵な内装のお車、なんと2800万円です。高級、きた2800。はい、まあね、カーベは前から高いなと思ってたんですよ、うん、だから、まあ、2000万超えしてくるんだろうなと思ったけど、今回3000万に迫ってました。いやそうだろうね、うん、こんだけの装備、だってこの室内空間と、だって床暖だったりとかで、サイドにちゃんと暖房入ってたりとか、この高級ラグジュアリーな内装と、そしてシンデレラトイレもう焼き尽くしてくれて、灰にして灰はそのまま、オーガニック肥料としてね使えますよっていう形になっているので、うん、もうこの空間のお値段ですね。はい、そしてスプリンツァーというね、まあ、ベースの車両もあると思うんですが、気になる方はぜひこちらのね概要欄の方に、サンコーさんのホームページを、貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。では今回の動画も良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして SNS もやってますので、インスタ、X、Facebook など遊びに来てください。ではまたねー。